こんにちは。今日は金曜の夜なので、かまいたちの夜2をやりたいと思います。今日のお酒はストゼロ無糖ドライアルコール9%。あのね、ストゼロね、私多分飲んだことないんだ。まだ開けてないんでね、開けましょう。開けますね。はい、回収、乾杯。ストゼロってなんかコスパがいいってよく聞くけど、安くたくさん酔えるってことだよね。行きましょう。はい、キヨバーがお亡くなりになりました。めっちゃ残念。もうキヨバー大好きだったのに。てかキヨバーはずっと最後までいてほしかったんだけどな。じゃあここから行きましょう。僕はみんなに言った。はい、選択肢ね。 A、 とにかくキヨさんを下ろしてあげましょう。 B、 犯人はまだ塔の中にいるかもしれませんね。前回さ、キヨバーを次回下ろしてあげましょうみたいなことを言ったと思うんだけど、やっぱ B にしていいかな。ちょっとキヨバーには本当申し訳ない。もう今すぐにでも下ろしてあげたいんだけど、 B の方がなんか掴めるような気がするんだよね。だから B にします。塔の中にいるかもしれませんね。証拠があるなら掴みたい。僕はみんなに言った。調べてみましょう。何かわかるかもしれません。あ、ごめん飛ばした、しかし反応は芳しくなかった。どうしてわざわざ危険な目に遭いに行かなきゃならんのだ。村上さんが吐き出すように言った。向こうは袋のネズミですよ。全員で行ったら捕まえるのは簡単だと思いますが。簡単だと？向こうはもう3人も人を殺してるんだぞ。そんな恐ろしい殺人鬼がいるところにこちらから踏み込むなんて、私はごめんだね。村上さんが言ってるのは、犯人がすごい体力があったらっていう感じじゃない？すごい戦闘力かもしれないよみたいな。てか今この場にいないのって加山さんしかいないじゃん。なんかメンバーの中に殺人鬼がいるんだったらの話だけど、まあ加山さんだよね今いないのは。みんな口々に同意した。仕方がない、僕一人で行くことにした。え、なんで？わけわかんない。一番わけわかんない。なんで？主人公補正すごいな。やめて通る。犯人がやけになってて入り口を開けた途端に刺されたりしたらどうするのよ。あ、それ考える。たまに玄関のドア開けたらいきなり刺されたら怖いなとか考えたりするわ。マリが僕の腕を掴んで止めた。しかし言い出したからにはこのままでは引っ込みがつかない。大丈夫だよ、気をつけるから。まあ主人公だから。僕は内心の怯えを覚えられないように落ち着いた口調でそう言うと、できるだけゆっくりと縛り首の塔に向かった。てかよくみんな本当、いつも思うけどよく死体怖がらないね。塔の入り口の扉に恐る恐る手を伸ばす。入れんの？僕はためらった末、取っ手をつかみ強く押した。今日ちょっと声枯れてんな。しかし扉は開かなかった。もし塔の中にいるんだとしたら鍵をかけてるってことなんかね。か塔の中にはいないか。鍵がかかっています。承知してみんなのところに戻った僕の耳に三木本さんの独り言が聞こえた。キヨさんが我孫子かと考えたこともあったんだが違ってたか。なんかあれだね、みんな口々に推理してるよね。三木本さんも怪しいけどな。そんなことはどうでもよかった。ただ塔からぶら下がったキヨさんがかわいそうでならなかった。トールがやっとなんかもう普通の人感出してくれた。下ろしてあげたキヨさんを。キヨバー下ろしてあげないの？これかわいそうじゃない？てかまあ下ろせるのかどうかもわかんないけど、ちょっとストゼロ飲むね。怖いな、 9% のお酒グイグイいくの怖いな。でもなんか無糖いいね、お食事にも合いそうな感じがする。はい、食堂に戻ると加山さんが座っていた。一番怪しい加山さん。部屋に帰ったのか、かなこちゃんとけいこちゃんの姿はない。今一緒に戻ってきたんじゃなくって先に帰っちゃったってこと？僕は加山さんに今見たことを話した。そうか、キヨさんも。加山さんは力なくつぶやいた。みんな死んでしまえばいいのよ。どうした？緑落ち着け。突然緑さんがすごい剣幕で怒鳴り出した。もうポニーテールがもう上向きにビュンってなってる。
書き初めの筆ぐらいになってる。どうしたんだ緑。私じゃない、私は何も知らないわ。緑さんは両手で自分の顔を覆い部屋から駆け出した。狼狽した敏夫さんが後を追うが、危ないな緑さん、今言った言葉を聞いたか。何？敏夫さんの手を村上さんが掴んだ。みんな死んでしまえばいいと言ったな。あー、確かにちょっとおかしいかもね。敏夫さんは弱々しくうなずいた。マニキュアの時から怪しいとは思っていたが、やはり君の奥さんが犯人じゃないのかね。いやまあでもやっぱそれ犯人だとしてもそんな宣言はしないと思うんだよな。てかあれだな、敏夫さんなんか腰からドアノブ生えてるように見えるな。なんか緑はそんなことができるやつじゃない。そう言いたくなるのはわかる。誰だって自分の妻を信じたい。だが本当に君の奥さんは何もしていないのかね。え、でも敏夫さんさ、ずっと一緒にいるんじゃないの。していないと思う。自信なくなってきちゃった。君は何か隠しているんじゃないのか。そんなことはない。でもまさか緑が。敏夫さんは自分の髪の毛をつかむと床に座り込んだ。うわあ、なんかかわいそうだな。彼女だいぶ参っているようだな。まあでもさ、みんな死んじゃえばいいのよっていうのはさ、参ってたらなんかとっさに出ちゃうかもしれないよね。なんかその都度適切な言葉が正確に出るとは限らないからさ。三木本さんは肩をすくめた。夏美殺しはともかく、今回はアリバイがあるのに、あえてあんなこと言う必要もないのに。アリバイがあるとは言えんだろう。村上さんが冷たく言い放った。食事に来るまで我々は皆自分の部屋にいた。そっと部屋を抜け出し、スープを配り終わったばあさんを塔に吊るす。そして何食わぬ顔で食堂の席に着く。できないことではない。まあでもそれ言い出したらみんなそうなんじゃないの？それはそうだな。三木本さんはあっさり肯定した。だがその場合、俺たち全員が容疑者ということになる。ね。でも、人一人を殺し、塔に吊るし、また戻ってくる。そんなことがあんな短時間でできるのだろうか。え、なんかさ、今一番怖いこと考えたんだけど、もう殺される人以外全員でグルなんじゃないかっていう。怖すぎないそれ。なんかかまいたちってさ、ルートいっぱいありそうだから、ありえない話でもない気がしてきたな。怖いな。その時、足音とともに誰かが食堂に走り込んできた。キューバーかな。なわけないか。かなこちゃんだ。すぐ後からけいこちゃんもやってきた。どうしたんだかなこちゃん。幽霊でも見たような顔をして。演技悪すぎるでしょ。何それ。不謹慎だわ。かなこちゃんは一枚の紙を三木本さんに突きつけた。かなこちゃんなんか知ってそうなんだよな。なんだこれは。キヨさんの遺書よ。遺書？遺書か。三木本さんは驚きの声を上げた。なんかね、お年寄りはいつ死んでもいいように、遺書とかそういうの用意しとくとは言うけどね。どうなんだろう。ということは、キヨさんは自殺なのか。ね、自殺なのか、就活なのか。私の部屋の前に落ちてたの。読んでみて。三木本さんは顔をしかめ、みんなに聞こえるように読み上げ始めた。皆様には申し訳ないことをいたしました。私は恐ろしいことをしてしまいました。私の手は血に染まっています。三木本さんはごくりと唾を飲み込んだ。なんでそんなさ、ぼかした感じの衣装なの？怪しくない？こんなもやっとした衣装持ってきてもさ、君が用意したんじゃないのっていう感じにもなりかねないよな。本当にキヨバーが書いたのか。あ、はい、続きね。私は心ならずも主人である阿鼻子竹丸が殺人を犯す、その手助けをしてしまったのでございます。お、告白だね。一度は信として三木本さんの言葉に聞き入っている。まあでもこれ誰かの創作という可能性もなくはないからね。阿鼻子竹丸はある逆恨みから正岡様に対して報復しようと考え、
私に命じました。うん、殺人の手助けをせよと。アビコに弱みを握られていた私は、蛇に睨まれたカエルのように従うしかございませんでした。キヨバーの弱み、逆恨みって何のことだ。逆恨みで正岡さんに報復しようとしてたんだ。正岡さんと何かあったのか。小林さんが言ったが誰も答えなかった。直接手を下したのは阿鼻子でございますが、私も手を貸したのは事実でございます。正岡様には謝っても謝りきれるものではございませんが、死んで罪を償いたいと思います。どうかお許しください。ん？じゃあ正岡さんを殺すのを手助けして夏美さんのことはどうなの？阿鼻子の報復は終わりました。ですから他の皆様には危害は及びません。安心して迎えの船をお待ちくださいませ。なんかにわかには信じがたい。本当かな？ねえ、小林さんがぼそりと言った。最後にせめてもの罪滅ぼしに阿鼻子竹丸が一体誰なのか申し上げたいと思います。犯人の暴露。一同が息を呑む音が聞こえた。阿鼻子竹丸の正体は、ドラムロール入れろ。池本さんは言葉を切ると秘書から顔を上げた。その目はじっと香山さんを見つめていた。おい、まさかわしやユンと。香山さんが狼狽して立ち上がりかけた時、阿鼻子竹丸の正体は、あ、亡くなった夏美様でございます。本当に？なんかさ、やっぱさ、本当の犯人が死んだ人に罪をかぶせて逃げようとしてるようにしか見えないんだけど。嘘やん！香山さんは立ち上がって叫んだ。わ、なんかすごいドラマチックな BGM 流れてる。濡れ衣や、夏美は被害者やで。殺されたもんがなんで犯人やねん。ええ加減なことを言うな。まあでも確かにね、首絞められたりとかしてたからな、夏美さんも。香山さんは三木本さんの手から衣装をひったくって食い入るように見つめた。うわ、なんか警察いたらなんか指紋とか筆跡とかできるのにな。夏美様は復讐を遂げた後、他殺に見せかけて自殺を。嘘や、でたらめや。香山さんは衣装を床に叩きつけた。やっぱりそうだったのね。そう言ったのはかなこちゃんだった。なんやと？あんた何を知っとるちゅうねん。何もかもをよ。今まで黙ってたけど、私見てしまったのよ。何をや？夏美さんが正岡さんの部屋にいるところをね。まあ確かになんかね、トールと混ざって3人で飲むみたいな話はあったけどさ。鉛のように重い静寂が食堂を支配した。そしてレイコはストゼロを飲んだ。美味しい。私昨日の夜中正岡さんの部屋を訪ねたんです。あ、待って、ごめん、夏美とかなこごっちゃになってたわ。3人で飲もうって言ってたのはかなこの方だ。夏美さんじゃないか。はい。そしたら先客がいたんです。それが夏美さんだった。僕はつい口を挟んだ。そう、私が部屋をノックしようとすると中から声が聞こえてきた。なあ、頼むさかい、あの人には黙っといて。しかしこんなところでお前に会うとはな。なんかすごい怪しい会話だね。本当だったらうちもびっくりした。なあ頼むわ、今のうちはあの人一筋なんや。やっとあんたから逃げ出せて幸せになれるとこなんや。あんたから逃げ出せてって何？元彼だったの、正岡さんが。この幸せを壊すもんは許さへん。しくじったか。正岡さんと夏美さんが元カップルだったみたいな感じか。というわけなの。
入れ替わりに中に入ろうかとも思ったけど、頭も痛かったし、なんとなく気分がしらけちゃったから部屋に戻ったの。まさか正岡さんが殺されてたなんて。加山さんは鬼のような形相でかなこちゃんを睨みつけている。僕はかなこちゃんに尋ねた。もしかして、その時イヤリングを落としたんですか？ねえ、イヤリングの話はあったけど、そうみたい。どうして夜中にあんなやつの部屋に行ったんだ？咎めるような口調で三木本さんが言った。かなこちゃんはしばらく下を向いて唇を噛んでいたが、全部言ってしまうわ。私、芸能界に憧れてたの。中学生の頃からずっと。結局普通に就職して、それなりに楽しくて、芸能界なんて夢かなと思うようになったけど、やっぱり諦めきれてなかったのね。なんか枕営業みたいだな、それ。それで正岡の言葉を真に受けたってわけか。三木本さんが言うと、かなこちゃんは小さくうなずいた。最後のチャンスかなって。そんな焦る思いもあって、正岡さんの部屋を訪ねたの。ああ、だから何も知らないくせにって加山さんに言ったのか。私のこの夢を知らないで、みたいな。そんな時間に彼の部屋に行くというのは、ある種の決意をした上でのことだろう。ねえ、恵子ちゃんが泣きそうな目で加奈子ちゃんを見ている。そう、恵子ちゃんの部屋を最初に訪ねた時泣いてたのは、どういう気持ちだったの？かなこやめてっていう気持ちだったっていうのかな。僕は昨日、恵子ちゃんが目を泣き晴らしていた理由がこれで分かった。でも本当にそれだけなんかな。信じられん。夏美が正岡を殺したやなんて、そんなんは嘘や。しかし、そうとしか考えられんだろう。遺書にもそう書いてあるからな。夏美さんどうやって死んでたっけ？狐のマフラーで首絞められて、なおかつ、手に緑のマニキュアを握りしめてたんでしょ？なんかさ、マフラーで自分の首絞めてからマニキュア握るなんてことできない気がすんだよな。村上さんが言った。わしは信じんで。夏美は無実や。第一証拠がないやろ。こんな紙切れと証言だけや。嘘かもわからんやないか。私、嘘なんかついてません。かなこちゃんが加山さんを睨みつけた。そういえば、僕は何気なく言った。うん。みんなで館の中を調べたときに、加山さん、正岡さんの部屋で何か拾ってませんでしたか？あ、そう、それそれそれ。もう通る、それもっと早く突っ込んでよ。その場で突っ込んでよ。加山さんの顔がびっくりするほど青ざめた。何見たの、加山さん。知らんで。わし、何も拾ってないかな。気を食っ違いとちゃうか。一言否定すれば済むことなのに。ねえ、あまりの慌てぶりに僕はおかしいと感じた。記憶違いなんかじゃありません。何を拾ったんですか？出してみてください。知らんちゅうとるやろ。わしちょっと気分悪なったさかい、これで失礼するわ。なんかさ、もう天の弱なのか狙ってるのか、なんかもうこんなに怪しいと逆に違うなってなっちゃうのよ。加山さんは足早に出口に向かった。お、しかし素早く敏夫さんが羽交い締めにした。何するんや。調べさせてもらおう。まあそうなるよな。すかさず三木本さんがポケットを探る。あったー、キラキラキラー。何これ。それは折りたたみ式のナイフだった。うん、なたなった。な、夏美って書いてあるわ、これ。絵のところに流れるような字体で、夏美と彫刻されている。返せ！加山さんはナイフを取り戻そうとしたが、もう遅い。そっか、それが正岡さんのベッドの下に落ちてたら、もう絶対夏美だろうって感じか。で、加山さんはそれを見て、あ、やばい、夏美やったんだって思って、こっそり、ね、詐襲したのかな。あんた、これを正岡の部屋で見つけて誰にも知られないように隠したんだな。くそ、もっと早う処分しといたらよかった。どういうことか教えてもらおうか。わしは夏美を問い詰めた。そしたら白状しよった。じゃあ夏美さんが犯人なの本当に？
え、夏美さんが我は阿鼻子竹丸みたいな声をわざわざ収録したってこと？加山さんはうなだれて言った。やっぱり。小林さんが大声で言ったが、正岡殺しのことやないで、夏美は、うん、こないだまで南の総部で働いとったんや。え？何、どういう話？絞り出すような声だった。正岡はあいつがソープにおった頃の常連やったんや。しばらくは一緒に暮らしてたこともあったらしい。はい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 。要するに紐やな。それもめちゃめちゃ立ちの悪いやつや。正岡クソだな。夏美はやっとあいつから逃げてわしと一緒になったらしいんや。ろくな野郎じゃないとは思っていたが、正岡め。正岡さんってでもあれでしょ？ゲームのフリープロデューサーか。あ、プロデューサーなのにフリーってなんかちょっとわかんないなって思ってたけどさ。紐かよ。三木本さんが憤った声で言った。夏美が正岡の部屋に行ったんは、昔のことをわしには黙っててくれと正岡に頼むためやったんや。ところがあの男はそれを盾にして関係を迫りよったんや。男のクズやで、あの正岡いうやつは。その時僕は気づいた。女郎雲、ソープ嬢、そういうことだったのか。え？え、何？隠語とかあんのそれ、女郎雲に。夏美はカッとしたけど、わしのことを考えて我慢してそのまま帰ってきたらしい。だから夏美は何もしとらんのや。ああ、そういうことね。それならどうしてナイフを持って行ったのよ。とかなこちゃん。あいつは中学生の頃いじめに遭うてからずっとナイフを持ち歩いとるんや。え、やばそれはやばくない？銃刀法違反だよ。何度もやめえ言うて聞かしてんけど、やめよらんかった。それをこともあろうに正岡の部屋で落としよったんや。わしはすぐに気がついて拾うたんやが。そんなこと信じられないわ。最初から殺すつもりだったのよ。正岡さんの喉は刃物でかき切ったような傷だって言ってたじゃない。あの人が殺したに決まってるわ。うん、じゃかましいわい。夏美は前の男に関係を迫られても肩ガンとして跳ねつけよった。お前みたいに体を売って芸能界入りしようなんていうやつよりもずっと心根は綺麗や。お前みたいな女をバイタちゅうんじゃ。このバイタよくないよ。言葉遣いが非常によろしくないよ。もうかまいたちとか関係なく殺されちゃうよ。で、夏美はやってないけどわしはやったとか、そのうち言いそうじゃない？なんか加山さんかな。なんですって？かなこちゃんは怒りに全身を震わせている。許せないわ。私は恥をさらしてまで犯人が誰か教えてあげたのよ。ちょっと待ってください。僕は二人の間に割って入った。なんとなくおかしいですよその話。何がよ。かなこちゃん、あ、選択肢 A、 かなこちゃんが正岡さんの部屋に行ったのは何時ぐらいだった？なんだっけ、雨が止んでから正岡さんは殺されたんだっけ。B、 夏美さんは襟巻きで首を絞められていましたよね。あ、そう、これこれ、どっちかっつうとこれが気になる。なんか自分で首を絞めてからマニキュア握れんのっていう話じゃん。 B にします。はい、その通りや。おう、ピンポンピンポンってなった。加山さんが大声を張り上げた。夏美が自殺したてその遺書に書いてある。しゃあけど自分で自分の首を絞めるなんてなんぼなんでも無理やないか。できないとは言い切れんだろう。と村上さん。ほう、詳しく。人間いざとなったら普段では考えられないような力が出るそうだからな。え？だったら手首の傷はどう？マリが言った。ねえ、白い骨が見えるほどえぐられていたわ。そんな手で自分の首を絞めることができるかしら。その通りだ。自殺だとしたら自分の首を絞めたのは一番最後のはずだ。手首をあそこまで傷つけた後でそんなことができるはずがない。もう一つあるわ。遺書には阿鼻子の報復は終わったと書いてあるけど、だったらさっきのメッセージはどうなるの？報復を終えたというのにこの後に及んでメッセージを流すのはおかしいじゃない。確かにそうだな。そうなんだよ、あのキオバーンの遺書じゃない感じはすんだよな。三木本さんが言った。つまり
アビコの報復はまだ終わっていない。この遺書もアビコが用意した偽物だってことよ。てかさ、だいたいそのわらべ歌にすごい寄せてってるしさ、カニまで用意したのにさ、なんかね、わざわざ自分の名前の時に自分で自殺するかなって感じはするよな。偽物？そう、夏美さんがアビコ竹丸で、キヨさんはその手伝いをし罪を悔いて自殺したというのは嘘っぱちだわ。ということはキヨさんは自殺なんかじゃない、きっと殺されたのよ、アビコ竹丸にね。アビコ竹丸は誰なんだてか分かんない要素多すぎてさ。待って、自動で。村上さんはムスッとした表情で貧乏ゆすりを続けている。ごめん。小林さんは壁の方を向いたまま暗い顔つきで黙り込んでいる。俊夫さんは拳で自分の手のひらを殴りつけながら何かわけのわからないことをつぶやいている。三木本さんは灰皿にタバコの吸い殻を山のように積み上げている。早いよ。加山さんは目を閉じて時折牛のようにうなっている。かなこちゃんは可愛い顔に似合わない捨て台詞を残して2階へ行ってしまった。恵子ちゃんもその後を追った。恵子ちゃんなんかもっと喋ってほしいな。マリは何か思い詰めた表情で中空を見つめている。そして僕は、すごいカメラワークだったね、今。ワンカットだったね。僕はマリの横顔を見つめながら時間が過ぎるのをじっと待っている。なんか考えることができなくなってんのか。とにかく時間さえ経てば全ては解決するのだ。夕方になれば岩礁が水面下に沈み、島は再び三日月になる。トールはもう逃げることしか考えてない感じ、今。そうなれば迎えの船も来るし、三木本さんのクルーザーも動かせる。まさかさ、ここまで来てさ、トールが犯人なんてことないよね怖すぎるでしょ、それ。それまで生き延びればなんとかなる。大丈夫だよね、トール。そんな叙述トリックなんかないわよね。みんな何の動きもなかった。ほんの小さな音さえ僕の耳には届かなかった。嫌な空気だ。三木本さん、双眼鏡をお借りします。マリが僕を見上げる。どうしたの？双眼鏡、外へ出てくる。そろそろ水位が上がってるかもしれない。私も行くわ。ん？誰と誰で行ったの？ああ、これトールが行ったのか、双眼鏡借りるねって。二人で出てきたのね。玄関を出ると、嫌でも縛り首の塔が目に入る。わ、なんかこれ、キヨバー下ろしてたらどうなってたかな。なんか他に分かったのかな。僕は、吊り下げられた物体をなるべく視界に入れないようにして、三日月館を出た。うわ、気になる。どう？僕は首を横に振る。あ、なんか、お外に出るとほんの少し気が紛れるね、やっぱね。マリは肩を落とした。僕は、え？何？何この選択肢？ A、ずっと気にかかっていたことを口にした。B、黙ってマリを見つめた。え？アホでしょ？何これ？なんか B はアホアホな気がするな。A にするわ。ずっと気にかかっていたことを口にした。言ってごらんよ、怒らないから。絶対怒るやつ。ごめんよ、マリ。僕が、こんな旅行に誘わなかったら。何言ってるのよ。マリはまなじりを消して僕を振り返った。私は久しぶりにトールと旅行ができると思ってすごく嬉しかったの。そんな風に言わないで。僕はそれ以上何も言えなかった。そして決意した。マリの命だけは守り通さなくてはならない。たとえ僕がどうなろうとも。ねえトール。何？私考えたことがあるの、聞いてくれる？マリが解決してくれたりするかな。笑わないで聞くって約束してほしいんだけど。もちろん。 BGM もいいな。あの館ってドーナツの一部を食べてしまったような形でしょ。ああ、C 型って感じか。三日月島とそっくり。そういえばそうだね、初めて見た時思ったの。もしかしたら岸猿家の先祖は島の形に模して館を作ったんじゃないかって。ああ、なるほど。それは
あるかもしんないね。どういうことだい？つまり島は館のひな形じゃないかって思ったの。はい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 、模型みたいな。でも実際には島は円環だったでしょ。だからひな形じゃなかったってこと？違うわ。もし館が島の形を模しているとしたら、館も円環であるはずよ。あー、なるほど、そういうことか。じゃあ地下があるってことか。地下があるから、あの何、物置部屋とあの殺された部屋を行き来できるってこと？でも館は丸くないよね。僕にはマリが何を言いたいのかわからなかった。島だって最初は丸くないと思っていたわ。それが本当は丸かった。だからあの館ももしかしたら本当は丸いのかもしれないって気がするの。おい天才か、天才だろ。確かに地下でつながってんのかな。私、正岡さんが殺された時のことを考えていたのよ。マリの話は急に現実性を帯び、僕は戸惑った。廊下にはトールとおじさんがいた。うん、小林さんね。だからあの部屋に廊下側からは入れない。どんな感じだったっけ。そうね、あの正岡さんの部屋が右端で、トールと小林さんが真ん中付近にいたから、普通に廊下は通れないってことよね。とするとあとは窓から入るしかないのよ。僕もそう思ったけど、それが無理だということは前に考察しただろ。庭に足跡はゼロ、防波壁は閉まってる、窓の下には剣山がある、外は暴風雨で屋根は滑る。いや、地下だ絶対。でもやっぱりあの窓に一番近いのはもう一つの窓、物置部屋の窓だわ。あれ、窓から移動したって言ってる。館の中にいた犯人はあの窓から出て、正岡さんの部屋の窓から侵入したのよ。あれ、地下じゃないの？地下のこと言うと思ったけどな。窓と窓の間は かなりの距離がある。いくらピンとロープを張ってもたるんで地面についてしまうよ。あー、これは窓と窓をロープで張るっていう推理か。なんか一番最初の選択肢で私が選ばなかった方だけどね。ねえトール、もしこの館が本当は島と同じように円環だとしたら、私の推理は成り立つわよね。そりゃそうだけど、実際には窓と窓の間には10メートル以上の空間がある。円環じゃないんだよあれ。でもさ、ごめん、地下つながってたとして、その出口どこにあんのって感じだもんな。端っこに地下からつながる階段がないとおかしいってことになるから、あれ、どう、マリは何を言いたいんだろう待って、バカだから全然ついていけない島だってそうだったわ。空間があると思っていたら、そこには岩礁が沈んでいた。うん、あの岩礁はミッシングリンクなのよ。何かっこいいこと言ってんの失われた感、ミッシングリンク。だからきっと館にも窓と窓の間にミッシングリンクがあるのよ。そんなこと言ったってどこにあるんだよ。それは私たちの目の前にあるはずよ。私たちはそれに気づいていないだけなのかもしれない。マリは謎めいた言葉を吐いた。マリな、いつもちょっとなんかちょっとポエミーなんだよな。マリちょっと世界観持ってる子だよな。ミッシングリンクか。いや、私だったらミッシングリンクなんていうボキャブラリー一生出てこないな。僕たちは三日月館へ戻った。今度はわざと視線を塔に向ける。気持ちを奮い立たせるために、僕はあえて縛り首の塔を見つめることにしたのだ。双眼鏡を出して塔に向ける。よくできるね、そんなこと。うわぁ、もう、そんなバカな。何？そんなはずはない。しかし、何？マリ、はしごを取りに行こう。なんかあった？はしご？何するの？キヨさんの死体を下ろすんだ。確かめたいことがある。でも説明は後だ。どうしてもやらなくちゃならないんだ。今の画像でなんかわかった？なんかキヨさんになんか白いすすみたいなのはついてたけどね。自殺じゃ成り立たないみたいなことかな。わあ、
僕たちははしごを塔の壁面に立てかけた。あ、でもさ、あの今日の最初の選択肢でさ、キヨバを下ろさなくてよかったかもしれない。先に塔を見る流れになったから、まあ何もなかったけど。足場が悪く、思ったよりも不安定だ。私一人じゃ支えきれない。おじさんたちを呼んでくるわ。無理だよ、さっき協力しないって言われたじゃ。待ってて、すぐに戻るから。マリすごいな。でもマリはすぐに戻ってきた。意外なことに小林さん、村上さん、右本さんも一緒だった。まあな、こんな時だったら協力しないとか言えないもんな。3人とも陰気な部屋に閉じこもっているのに嫌気がさしたのかもしれない。 OL はどうしたんだね、急にあれを下ろしたいって。何か気づいたことでもあったのかい。いや、なんか冷静すぎて怖いあれって言わないでほしい。小林さんが言った。ええ、まあ。でも、この目で確認するまではただの推測ですから、とりあえず下ろしてから。僕は三人が支える長いはしごをゆっくりゆっくりと登っていった。気をつけてね。おー、すごい。風を感じる。風ではしごが煽られ、体が後ろへ引っ張られる。トール、大丈夫？マリの声が随分と下から聞こえてくる。え、結構な高さあったよね。危ないよね。下から見るとそうでもなかったが、実際に登ってみるとかなりの高さだね。遠く島の沿岸の切れ目のあたりまで遠望できる。周囲の海は紺碧の色をたたえていた。景色楽しんでる何気に。はしごの音リアルだな。はしごのてっぺんまで到達した。窓に手をかけ押したり引いたりしてみるが開きそうにない。はめ殺しになっているようだ。あ、出た、はめ殺し窓。通る、危ないわよ。僕が無理な体勢をとっているのを案じてマリが心配そうな声をかけてきた。なんか窓割れてる。僕はマリを安心させるため手を振ろうとして地上を振り返った。いや、もうやめとき。そして、え、何？あ、なんかある。僕は見てしまった。ミッシングリンクを。噴水？僕たちがいる三日月島は C の字をしている。その周りには青い海が広がっている。そして三日月館も C の字をしている。うん。その周りには、パズルの最後の一かけがカチリと音を立ててはまった。おお、僕には分かってしまった。あの時の正岡さんが殺された時の犯人のトリックの一端が。早くみんなに知らせなければ。僕ははしごを降りようとした。今のさ、トール。どこかで僕を呼ぶ声がする。トール。僕は死んだのか。トールってば。マリリン。てかさ、なんかさ、突き落としてきた人のシルエットちょっとキオバーっぽくなかった？気のせい？え？あれかな、キヨバーが人形だったとか、死体だと思ってたのが人形だったりとかする。え、怖くね？え、キヨバー、え、待って待って待って。でもさっきのシルエットだけでキヨバーと判断するのは早いかな。え、めっちゃキヨバーっぽかったんだけど。マリリン、目の前にマリの顔があった。よかったよかった、トール。マリは大粒の涙をこぼしていた。わあ、もうこの二人がいい感じになるとき絶対この BGM なる。てんてんてん、いてて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 て。右肩に激痛が走った。ダメよ、起き上がったりしちゃ。え、さっき、あ、いててて、さっきのってさ、え、窓越しに押したってこと？なんか窓割れてたけどさ。僕は
おじさんたちは おじさんたちが連れてきてくれたの。落ちた場所が茂みだったし、頭も打っていないようだから大丈夫だろうって。でも私心配で心配で。涙がマリの方を伝う。わあ、よかった。マリは僕の胸に覆いかぶさってきた。どれぐらい気絶していたのかな。30分ぐらいよ。何があったか覚えてる？うん僕は記憶をたどった。まあ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 、まあ、塔に吊るされたキヨさんの死体を下ろそうとしてはしごを登り、地上を振り向いた時、これ何？足ひれだ。マリ、足ひれがあったんだよ。ああ、泳ぐ時に足につけるやつか。私あれつけたことあるけど全然使いこなせなかった。何わけのわからないこと言ってるの？悪い夢でも。そうじゃないんだ。足ひれが片方、中庭の泉の中にあったんだ。泉？噴水の上じゃないの？あれ泉なの？あれ君の言った通りだった。この館は島の雛形だった。館は円環だったんだよ。あ、でもなんかちょっとまだ追いつけないな。噴水の上じゃなかった？あ、泉の中がつながってるっていうこと？そういうこと？泳いで、その泉を泳いだってこと？わかったんだ。誰がどうやって正岡さんを殺したのかわかったんだ。本当なの？あれかな、噴水も泉もつながってんのかな。多分ね。ただ一つ確認したいことがある、僕は言った。はいはいはい。選択肢 A、 キヨさんの死体はどうなった。 B、 マリは物置部屋に入ったことがあるかい。でもなんか物置部屋よりかはそのキヨさんの死体が気になる。もしかして人形だったんじゃないかっていうちょっとした疑いが。トールが落ちたのに気を取られてて悪い。すぐに確かめてきてくれ。でもマリはその場を動かなかった。トール、あなた危うく死ぬところだったのよ。今はそんなことよりも大事なことなんだ、マリ。僕はマリの目を見つめた。マリはうなずき立ち上がった。わあ、さっきなんか館の外に出た時ぼーっと見つめてるだけじゃなくてよかった。ちゃんとマリに推理してもらってよかったマリ優秀だな。何かあったら大声を出してね。そう言うと何度も振り返りながら部屋を出て行った。あ、でもなんかいい彼女だね。あ、まだ付き合ってないのか。マリの心配はもっともだ。なぜなら僕は突き落とされたのだからね。てか待って、ストゼロ飲んでなかったなんか飲みながらやるってタイトルなのに全然飲んでなかったの。飲むわ。強いな。なんかね、酔いよりも今日なんか眠気がすごい、お酒で。ふぅ、トールもいるか、ストゼロ。一緒にストゼロでコスパよく酔っ払うか。なんか私、のんべえみたいだけど、普段飲まないんだよな、そんな。誰かがあの塔に潜んでいて、僕をはしごから落としたのだ。つまり、殺そうとしたわけだ。僕は身震いした。でもなんか、殺そうとしたってそれ、わらべ歌の通りにはならなさそうだけどね。誰もいないこの部屋が急に殺伐とした薄ら寒いものに感じられてきた。マリだ。マリはすぐに戻ってきた。息を切らせている。ないわ。塔にぶら下がっていたはずなのに今はどこにも見当たらない。やばいじゃん、絶対人形だったじゃん、絶対キヨバーじゃん。さっきの誰かが下ろしたんじゃ。聞いてみたけど誰もあの後塔には近づいていないって。それよりトールの意識が戻ったって言ったらここに来るって。みんな？それを聞いて僕は無理やり体を起こした。まだダメよ、当分絶対安静に。次の第四の殺人を防ぐためなんだ。マリ、みんなを応接室に集めてくれ。謎が解けたからと言ってコナン君だ。でも頼むから僕の言うことを聞いてくれ。いいかい？全員だよ。一人でも欠けてはダメだ。まあそれはな。マリは渋って言ったが結局僕の頼みを聞いてくれた。渋マリー。
僕はマリの肩につかまって応接室へ行った。大丈夫トール？足は打撲しているだけなので歩くには差し支えなかった。応接室に入ると全員が僕の顔を見た。小林さん、村上さん、三木本さん、加山さん、恵子ちゃん、かな子ちゃん、それに敏夫さん。点呼取るしかねえな。恵子ちゃん、かな子ちゃん、敏夫さん。みどりさんは？みどりさんいなくない？みどりさんがいないね。敏夫さん、みどりさんは？それが。敏夫さんはしばらく下を向いていたが、すぐに顔を上げた。もうなんか、殺されてんじゃね、もしかして。頭が痛いから一人になりたいって閉じこもっていたんだが、今誘いに行ったら部屋はもぬけの殻だった。その後あちこち探したんだが見当たらないんだ。もしかしたら、わらべ歌の4番の歌詞が僕の頭の中で渦を巻いた。うん、急がないと。やっぱりそうや！加山さんが叫んだ。あの女が犯人やったんや。自分がやったとバレそうになって逃げ出しよったんや。なんだと！めちゃくちゃ怒ってる。敏夫さんが加山さんに飛びかかった。いやもうみどりさん殺されてる気がすんだよな私。やめなさい敏夫くん。小林さんと三木本さんが慌てて止めた。みどりは人殺しなんかじゃない。ほななんで逃げるんや。逃げてなんかいない。みどりはそんな女じゃない。そうです、みどりさんは犯人じゃありません。コナンくんなんだよな。みんな毒気を抜かれたようになって首を僕の方に向けた。これはもうトールの推理編に移動すんのかな。それやったら誰なんや。今はみどりさんを探す方が先です。彼女の身に危険が迫っているのかもしれないんです。え、敏夫さんの顔から血の気が引いた。どうして彼女が危険だと思うんだね。そう、言い出すタイミングを伺ってたんだけどさ、わらべ歌の4番目の歌詞って風緑って書いてあったんだよね。緑さんじゃねって思うんだよね。緑さん殺されるんじゃないかなってこの2週間の間に私思ったんだよな。まあ、みんな気づくのかもしれないけどさ、結構みんなわらべ歌の名前に沿って殺されてるんだよね。三木本さんが言った。新太郎丼って一番で書いてあって、それで新太郎が殺されたからね。あのわらべ歌です。4番の歌詞を思い出してください。わあよかった、先言えてよかった。もうほんとしょうもない意地を張ってしまった、ごめんなさいね。通るより先に言いたかった。そこ虫村の風緑、来ない来ないと泣いてござる。何が来ないとわらべこ聞けば。悪たれいたちの風の神が夏の終わりに大雪降らせ。秋が来ないと泣いてござる。ビュービュービューのザンブラブン、ビュービュービューのザンブラブン。あれ、もしかして、そっか、だからやっぱりみどりさん子供いたんじゃないかな。もしかしてわらべって言ってるから、風緑、まさか。敏夫さんは震え出した。可能性はあります。すぐにみどりさんを探し出さないと。みんなみどりを探してくれ。頼むから。反響欄になる敏夫さんをなだめつつ、僕たちはまずみどりさんの部屋に行った。オッケー、じゃあちょっとね、いつもちょっと長すぎちゃうからこの辺で一旦ストップしようかなと思います。どうしようかな、今日ストゼロあんま飲めなかったから次回ストゼロもう一回飲もうかな。じゃあ今日はここまで、ありがとうございました。